本日は NH エンジ株式会社2022年12月期第2四半期の決算説明会のビデオをご参、ご視聴いただきましてありがとうございます。NH エンジ株式会社代表取締役 CEO の木内洋平です。まずはいつも通り株価のスライドからご説明させていただければと思います。昨年の12月に当社上場後初めてとなるファイナンスをさせていただきまして、 そこからですね、当社のファイナンスの要因、そしてグロース株全体への利上げ等々の影響という形で、一直線に株価が下がるという形で、大変多くの株主の皆様にはご迷惑をおかけしてしまっていること、改めてお詫び申し上げます。足元ですね、少し7月ぐらいから株価水準は回復しておりまして、それでもですね、現在2792円という前回のファイナンスの株価の 半分以下の水準でまだまだ推移をしているというところで、経営人としては一日も早く株価を戻していかないといけないという覚悟を持って経営をしております。足元ですね、少し株価が上がった要因に関して、私たち個人的なですね分析を申し上げますと、主に2点だというふうに考えております。1つ,、まあ、1つ目は、私たちがファイナンスの時に発表した えー、電力、えー、電気自動車 EV 充電事業を本格的にやっていきますよというところとで,ですね、えー、様々な発表がまさに5月6月ぐらいから、えー、出していけるようになっておりまして、えー、投資家の皆様にもしっかりとエネチェンジ e v 充電の事業を進んでいるじゃないかというところで、えー、少しご理解、えー、一安心をいただいているんじゃないかなというふうに私たち考えております。そしてもう一つはですね、この7月から えー、この電力需要を逼迫という形をまさに毎日のようにですね、えー、テレビで、えー、日本の電気が足りない、えー、節電しないといけない、電気代を上げるため、下げるためにはどうしたらいいのかというような、えー、ニュースが流れております、えー。そうした中で、デマンドレスポンスという節電サービスの重要性が高まっており、そして日本でこの節電サービスをやっている会社ってどこなんだと。これも n h n じゃないかという形で、n h n の,のいわゆるデータ事業ですね。 の重要性が見直されてていいいるという,ふうに私たち考えています依然ですね、株式市場および私たちの本業であるエネルギー市場、厳しい状況が続いておりますが、まさにですねそういう逆風の中においても、EV 充電だったり、節電サービスだったり、私たち、まだまだ伸びる事業を持っておりますので、こうした事業ドラ、成長ドライバーを軸に、ですね私たち株価を回復させていきたいと思っております。 今回の第2四半期のキーメッセージ、まさにトンネルに突入する電気自動車というメッセージ、皆様に覚えていただきたいと思っております。エネルギー危機によるトンネル、業績悪化に今後突入をしていきます。これからですね、皆様に見ていただく、えー、数字を見ていただくと、上半期、思ったより順調な結果です。あれ ?N チェンジ大丈夫なんじゃないかな思ったより業績悪化の影響ないんじゃないかと いうふうに、えー、パッと見思われるかもしれませんが、えー、今後ですね、まさに業績悪化というトンネルは、えー、第3四半期、第4四半期に、えー、私たち見えております。ですので、プラットフォーム事業、電気の切り替え事業を中心に、大幅な売上高減少を下半期に見込んでおります。一方でですね、えー、しっかりとトンネルの出口も見えているということをご説明できればと思います。まさに EV が 新車販売台数がどんどん過去最高を更新し、今後とどまる勢いは見えません。EV 充電への私たち事業は着実に進んでおり、日本ナンバーワンのポジションの確立もまさにできているというふうに思っております。しっかりとこのトンネルが抜ける頃、2023年にはですね、この EV 充電を軸とした売上高成長をしっかりと実現できていけるという自信も見えておりますので、 まさにトンネルに突入する電気自動車というふうに皆様に覚えていただければと思いますそれでは簡単に数値のサマリーをご説明申し上げます第2四半期の売上高10.4億円と高い成長を維持できております損益としては赤字になっておりますけれどもこちらは EV 充電への計画的な投資の影響という形で残りの事業は黒字になっておりますプラットフォーム事業売上高過去最高と えこと、になっており、高い成長率を依然維持しております。一方でですね、申し上げた通り、下半期に掲げて大幅な売上高の減少を見込んでおりますが、なんとか通期での黒字を確保していきたいと思っております。データ事業、売上高、ストック型、引き続きしっかりと伸びております。こちらもですね、節電サービスというまさに国民的な需要の高まりにより、 スマップ DR というふうに私が、私たちが申し上げているデマンドレスポンスサービス、えー、節電サービスをしっかりと伸ばしていける状況であります。そしてご注目の EV 充電事業、私たち3000台の受注に向けてしっかりとやっていくというふうに、えー、前回宣言をしておりますけれども、えー、まさにですね、それに向けて、えー、まさにえ順調に進捗をしております。むしろ3万台ではもう足りないと、3万、3000台の目標は え、達成見込みがもう見えているので、その次の目標として、3万台設置に向けたキャンペーンというのを今回発表しておりますので、後ほどごせ詳細をご説明申し上げます。最後に通期業績ですけれども、上半期進捗率63%と、大変順調ではありますが、通期予想は末置きとさせていただきます。理由としましては、何度も申し上げているとおり、プラットフォーム事業の業績の悪化の影響が、 下半期に本格化すすることを織りり込んでおります続きましては、カンパニーハイライトとなります。当社の決算動画をすでに見たことがあるよという皆様に関しましては、重複する内容となりますので、飛ばしていただいて大丈夫です。簡単に3ページだけ、初めて当社のことをまだまだご存知ないという皆様に対して簡単にご説明できればと思います。当社はですね、カーボンゼロを推進する会社、 だと私たち位置づけております。特にですね、私がまさにバイブルのように参考にしている本は、このスピードスケールという本で、まだ日本語版が出てないみたいなんですけれども、えー、ジョン・ドアというシリコンバレーで伝説的な投資家が書いた、まさに世界で590億トン排出されている温室効果ガスを減らすための取り組みとマイルストーンという本になります。そこにおいては6個の方法、 この6個を実現すれば、世界は脱炭素が実現できるという本になっています。これですね、1から6にかけて徐々に難易度が上がってくるんですけれども、まさにその最初の2つ、電力網の脱炭素化、そして交通の電化、この2つこそがですね、NH エンジがまさにグリーンな電力への切り替え支援、そして EV 充電と、 まさに私たち事業を通じてこの2つを提供していると、よって n h ジはですね、事業そのものが脱炭素であり、ESG であり、SDGs であるというふうに私たち考えております。そうした取り組みにおいてです、ね、現在3つの事業を提供しております。プラットフォーム事業というのは、まさに電力、ガスの切り替えサービスです。 2016年の電力ガス自由化に、えー、合わせて始まった事業でありまして、まさに16年からすでに8年間事業を運営し、日本で圧倒的ナンバーワンの地位を築いております。まさにですね、油も乗った頃というわけじゃないですけれども、しっかりとですね、事業がどんどんぐいぐい伸びるという局面に差し掛かっており、毎四半期ですね、売り上げ過去最高を更新するドライバーになっていたのは、このプラットフォーム事業になります。 一方で,です、ね、この3月のロシアによるウクライナ侵攻ということを起因とした世界的なエネルギー危機により、エネルギー業界、大変傷んでおります。そうした状況においてはです、ね、私たちも少し身構えないといけないという状況になっておりまして、売上高成長の最大化という戦略から大きく転換をし、収益性の重視というところに戦略転換を発表させていただいているのが、この状況になります。 2点目、データ事業。私たち電力会社向けのですね、いわゆるクラウドシステム、サーフス,スサービスというのを、えー、提供してきたというのが私たちのデータ事業になります。様々な、えー、大手電力会社、えー、ガス会社等々にですね、えー、まさに電気のデータ解析事業というものを提供してきました。これがですね、最近はまさに節電サービスというところで、電力会社がお客様に節電サービスをしていかないといけない。節電サービスっていうのはですね、 えーまあ、電力会社の用語で言うと電力マネジメントなんですね。電力マネジメントサービスというのをまさに私たちが提供しています。えー、これはですね、安定的な売上高成長と利益創出とありますが、こちらはですね、電力会社様に対して一つ一つしっかりと提供していくサービスでありますので、爆発的に売上が伸びることはないんだけれども、しっかりと毎年何0%かは成長していけるよと。 いうような形で、戦略としては安定的な売上,が売上高成長と利益創出というふうに書かれております。そして最後、今私たちが爆発的に伸ばしていこうとしているのは EV 充電事業になります。今後、EV の普及は圧倒的に日本でも進んでくるというふうに私たち見込んでいます。2022年が EV 元年だと言われるぐらいですね、今年から圧倒的に EV が普及してくる中において、 当然 EV 充電と、まさにですね、車におけるガソリンスタンドの役割を担うような、えー、充電設備というのが日本に求められ、求められています。世界を見てもですね、EV の自動車メーカー、まあテスラを筆頭する EV の成長と、そのインフラを担う EV 充電企業の成長というのはですね、まさにこうやって一緒に成長してきた、えー、歴史が海外においてもありますので、私たち日本において EV の成長が 今後見込まれるからこそ、それに合わせてですね、EV 充電のえナンバーワンを取りに行くというような戦略を発表しております。え現在はですね、まだまだ EV の普及の過渡期にありますのでえ、売上とか利益がガンガンに出てくる状況ではありませんけれども、えナンバーワンの将来今後10年、20年、もしくは100年続く EV というトレンドにおいて、 え、圧倒的ナンバーワンになるための、え、シェア獲得のために先行投資をしているというのが EV 充電事業になります。最後にですね、私たち2015年に創業し、2020年に上場しました。上場時に売上高16.6億円、そしてそこから毎年30%の成長をしていきますよということを投資家の皆様に約束させていただきました。昨年は76%と、 皆様への約束をを大幅に超える成長を実現させていただ、きました一方で、ですね、今年も当初はですね、40億円売上げという形で、約束通り30%を超える目標を出していたんですけれども、申し上げたとおりのエネルギー危機により、下方修正を余儀なくされまして、現在34億円と、成長率にして13%という成長に修正させていただいております。 しかしながらですね、これは私たちとしては短期的な状況。前もおっしゃった通り、トンネルの一時的なトンネル、ちゃんと出口が見えたトンネルの中にいるというふうに私たちに見込んでおりますので、えー、きっと来年2023年にはトンネルから出ていると思います。トンネルを出る頃には、えー、EV 充電の成長、さらにはプラットフォーム事業の回復を見込んでですね、 もう一度30%を超えるような売上成長が実現できていくんじゃないかなというふうに私たち思っておりますので、えー、長い目線で見ると、今年短期ではしんどいですけども、まあ、2、3年の目線で見ると全然問題ないというふうに私たち以前、えー、思っております。それでは、えー、第2四半期の数字のご紹介できればと思います。第2四半期、えー、目標の34億円に対して、えー、現状ですね、 21.5億円、進捗率にして63%と、大変順調に進んでおります。これ、昨年の比較で見るとですね、昨年時点では46%でしたので、えーまあ、大幅に上回るペース、まあ、欲を言うとですね、まさに情報修正できるんじゃないなと、一回下方修正したのをもう一回情報修正できるんじゃないかなというようなペースで進んでいるんじゃないかなというふうに、えー、投資家の皆様からは期待いただくんじゃないかなと思っております。まあ、だからこそですね、 投資家の皆様に、しっかりとご説明をしたいのは、本当のトンネル、業績悪化のトンネルは、第三四半期からやっていきます。ですので、第三四半期、第四四半期、大変しんどいプラットフォーム事業の売り上げ高減少が見込まれていますので、通期の予想としては、今まで通り34億円を、据え置きをさせていただき、なんとかそれを超えるようにですね、努力をしていきますけれども、 現在の見通しとしては大変厳しい下半期がやってくるというふうに思っております。まさにですね、見ていただくとおり、売上高、ストック型収益ともに力強く伸びております。多少ですね、前進半期に比べて減っているように見えますけれども、これはですね、後ほどのページでご説明しますけれども、そんな大きな問題はないというふうに私たち考えております。実際ですね、見ていただくとおり、事業別で見ていただくとおり、 プラットフォーム事業、この厳しいマーケット環境の中でも過去最高を更新しています。逆にですね、全くエネルギー危機器の影響を受けてないのかというと、そんなことはなく、実際にぐさぐさと影響は受けています。5月、6月、大変しんどい影響がすでに始まってますので、それだけのこの逆風向かい風を受けた状況でも過去最高を実現できているというぐらい、大変プラットフォーム事業、 本当にこういう影響がなければ、めちゃめちゃ強い授業なんだということを投資家の皆様にはご理解いただけるんじゃないかなというふうにこの数字を持っております。ストック型の売り上げがですね、プラットフォーム事業は多少減ってますけれども、これは季節性の要因です。大体ですね、去年を見ていただいても第1四半期から第2四半期減ります。これはですね、まあ第1四半期、まさに冬の電気の需要に対して、 第2四半期、春の電気の需要ですので、その分電気代に連動する私たちのストック型収益減ります。これは全く問題ないというふうにお考えいただければと思います。むしろですね、会社全体で売り上げが減っている要因というのは、データ事業、右側のデータ事業のですね、しかもフロー型と、いわゆる一部の開発時のですね、売上が多少減った要因が、会社全体の売り上げが多少第1四半期に比べて減っているという要因になります。 私たちですね、基本的にはストーク型の収益を積み重ねていく中で、一部初期の導入費用だったり、コンサルティング費用、カスタマイズ費用という、まあ、フロー型収益が、ここの市販機によって乗ったり乗らなかったりという影響を受けます。特にですね、第一市販機というのは、多くの電力会社様にとって、いわゆる、まあ、3月決算の会社さんにとって、まあ、期末と。 いうところで、そこに多少駆け込み需要が入ってくる影響がありまして、これは去年を見てもですね、第一四半期から第二四半期に関してフロー型収益下がりますので、こちらもですね、対して問題はないというふうに見ていただければと思います。同様にですね、ストック型収益多少減っているようになりますけれども、こちらもですね、あの、季節性だったりとか、諸々のそうした多少の外部要因に連動するところで下がっているだけというふうにご理解いただければと思います。 総じて,、ね、て第2四半期の数字に関しては、大変逆風をプラットフォーム事業ではすでに受けているにもかかわらず、大変順調な数字であり、結果として、ですね、このエネ・チェンジという会社のこのエネルギー業界での強さが、しっかりと投資家の皆様に数字でご説明できた四半期、参加率だったんじゃないかなというふうに思っております。 これからのスライドを簡単にできるだけ掛け足でご説明できればと思います。売上総利益、こちらも多少全市販機に対しては減っておりますけれども、売上が減った分の連動したところが多少減ったぐらいで、全体に対しては全く問題ない健全な水準だというふうに思っております。同じくですね、営業利益に関しても、左側営業利益赤字になっておりますけれども、 右側と合わせていただくとおりですね、EV10 年への投資がどんどん加速をしている、その影響分だけ赤字になっているという状況であります。調整後営業損益も前半期から多少減ってますけれども、こちらも売り上げが減少した分、減っている程度というところで、こちらも体制には問題がありません。またですね、セグメントごとの利益率に関して、今年はですね、しっかりと黒字を確保できる限りで、 再投資をしていくと、一貫して申し上げているとおり、しっかりとです、ね、黒字を維持できている。その中で,です、ね、黒字を出しすぎず、しっかりと再投資をするということもできております。なので、こちらも全く問題がないというふうに私たち、経営人としては考えております。授業別、見ていきますけれども、プラットフォーム事業、ユーザー数、アープ、まあ まあ過去最高を更新しているんですけれども、まあ、実際はですね、まあ、前期と同じ水準ぐらいで踏みとどまっているというふうにご理解いただく方がいいかなと思います。えー、申し上げている通り、すでに逆風は始まっておりまして、なかなか新規でお客さんを獲得したくても、電力会社がえなかなかもう今、マーケティング予算、広告宣伝費削っておりますので、もう新規のお客さんなんかいらないよという形で、新規の価格できない。それだけじゃなく、えー、もう事業から撤退しますという形で、 どどんどん逆にお客さんがなくなっていくと、事業者の撤退とともになくなっていくという形で、大変厳しい状況になっています。そうした中で、まあ、なんとかですねそれでも、えーまあ、前期と同じ、前期半期と同じ水準ぐらいで、えー、ユーザー数、アープともに踏みとどまっているというふうにご理解ください。一方でですすねね第3四半期そそろそろこのアがです、ね ええほど今までの水準で踏みとどまるのが難しくなってきます。ええー、第四第三四半期第四四半期におきましてこの右側のアープの下落にええー、伴ってえ売上高が大きく減ってくるということが私たちに見込まれております。一方でですねええー、データ事業えー、顧客数が過去最高を更新しアープはええー、また同じくええー、ほぼ横ばいという状況になっています。 個人的にはですね、大変グッドサプライズだと思っておりますけれども、顧客数が順調に伸びていること、大変誇らしいことだというふうに思っております。まさにですね、このエネルギー業界全体が厳しい中で、電力会社のソフトウェア予算というのもどんどん縮小傾向にあります。そうした中で、私たちのお客さんも減ってしまうんじゃないかというところ、大変危惧しておりましたけれども、逆にお問い合わせが増えている。 まあなぜかというと、ですねえまあソフトウェアってのはまあやっぱり必要なんですね。事業を行っていく上で必要で、そう見たときに NCENJE のサービスというのは、他社の競合他社様に比べてえ品質がよく安いと。それなぜなら私たちはクラウド型で、サースで提供しているから安いと。今まではまあ電力会社様、大変大きな会社様ですので、 それぐらいのコストはまあもういいよという形で、今まではです、ねえー、私たちのまあ価格競争力がそこまで響かなかったお客様も多くいらっしゃるんですけれども、えー、この状況になってくると、やっぱり,より,安いよ,りより安く品質のいいサービスが求められるという状況において、えー、当社のサービスの注目度が上がってきているというふうに考えております。 私たち、まずは年間、年間じゃないですね。すみません。私たちは、来年の6月末までに3000台の受注を目標としますということを発表しておりますけれども、それに向けて、それを大幅に上回る体制で受注が進んでおります。なので、まさにですね、右側、この全国様々な場所での充電、受注が、 行われておりますけれども、まさに、えー、ガソリンスタンド、ショッピングセンター、ホテル、ゴルフ場、公共施設、スポーツ施設、えー、様々なお客様から受注がいただいております。むしろですね、えー、経営陣としては、まあ、3000台はもういいよと。3000台は大丈夫なので、えー、これは着々とやっていく。1日でも早く、1四半期でも早く前倒して達成できるようにしていくのに加えてですね、もうその次の目標、3万台と。 もう3000の次はその10倍の3万台の目標に向けて、私たち戦略を発表しておりますので、今日はこの点、詳細にご説明できればと思っております。最後に、広告宣伝費をはじめとした私たちのコスト構造に関してなんですけれども、プラットフォーム事業、電気の切り替えにおける広告宣伝費は大幅に抑制するということを発表し、した通おり、実際第二四半期においては、 第一四半期に比べて大きく広告宣伝を減らしており、今後下半期に応じても同じように減らしていく予定でおります。一方でですね、コストを大幅に増やしているところというのは、EV 充電の人員拡大というところでのコストが増えているというところで、前の四半期で申し上げたとおり、しっかりとプラットフォーム事業は守りを固め、その分 EV 充電で投資をしていくというところが私たちのこの いわゆるコストの使い方、お金の使い方を見ても実現できているというふうに考えております。続きましてはいつも通り事業説明3つの授業ありますので順番に簡単にご説明できればと思っております。電気の切り替えのところですけれども、左側国全体のシェア、そして右側それにおける当社のシェアご説明しております。まずですね、左側国全体のシェアですけれども、 高圧、法人向けと言われる電気のシェア、新電力のシェアがどんどん下がっております。これはまさに申し上げている通り、エネルギー危機器で、どん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 ですね、電力会社、特に新電力が撤退というニュース、皆さんは見たことも多いと思いますけれども、なっており、事業撤退に伴いシェアが下がっているという状況になります。家庭向け、まだまだ伸びているように見えますけれども、 これはですね、3ヶ月、4ヶ月タイムラグが遅効指標ですので、3月の時点ではまだ伸びてますけれども、おそらく次出てくる数字、次の四半期の数字においてはですね、おそらく同じ数字からもしかしたら下がってるんじゃないかなというぐらい、家庭においても、法人に比べて数ヶ月遅れで同じような影響が出てきているというふうに私たち見込んでおります。そうした状況においてですね、大変厳しい国全体、マーケットが下がっていると。 国状況、えー、大変厳しいマクロ環境の中で、一方でですね、エネチェンジを買っていただけるお客様の数というのは、実は私たちのシェア、えー、過去最高を更新しておりまして、家庭に関してはさらにむしろジャンプアップと言ってもいいぐらい力強く伸び、2.2%、えー、までなっております。こうしたマーケット環境が厳しいからこそですね、まあ、本当にいいサービスが、 選ばれる輝く状況だというふうに私たち思っておりますので、えー、このエネチェンジのシェア左側のシェアは今後もしかしたら多少まだ下がるかもしれませんけれどもそうした中でエネチェンジのシェア右側の当社のシェアというのはしっかりと伸ばしていきたいと私たち考えておりますまた同じくですね、えー、私たちが常にモニタリングしている財務規律として LTBCAC、えー、いわゆるですね 一人のお客様を獲得し、その人から将来にわたってもたらされる利益、LTV、ライフタイムバリューに対してですね、えー、顧客獲得コスト、CAC をどれだけかけているのか。つまり、100円投資して何百円返ってくるのかと。これが100円投資して100円しか返ってこないんだったら、それやる意味ないよねと。100円投資して300円返ってくるんだったら、それはいい事業なんじゃないと。 というふうに一般的に言われています。なので私たちこの3倍というのを目安として考えておりまして、現状ですね、3.7倍という安全、かなり安全、健全な水準になっています。これはですね、当然獲得コストには広告宣伝費も人件費も全部入ってますので、まずは私たちのですね、この電気の切り替え事業、大変厳しい状況なんじゃないか、やばいんじゃないかというふうにお声いただきますけれども、 しっかりとですね、この財務規律の観点で見たときには、極めて健全な事業運営ができている。よって利益が出るような事業になっているというふうにご理解いただけば幸いです。さて、毎回ですね、この私たちの会社だけではない業界全体のニュースを簡単に1ページで解説させていただいております。前回に引き続き日本の JPEX という電気の市場価格の推移、左側にまとめております。 これをも見ていただくと、一目瞭然で2022年というのがどれだけ異常なのかというのが、えー、見てわかるかと思います。えー、例年に比べて、えー、倍以上、えー、下手したら平均で3倍、4倍の水準で推移をしています。つまりですね、電力会社からしたら、えー、コスト、仕入れコストが、えー、通常の3倍、4倍になっているという状況で、 まあ、もう赤字、もう必ず赤字になってしまうというような、た,ただでさえですね、電力事業というのは、まあ、薄利多倍じゃないですけども、えー、利益がほとんど乗ってない事業なのに対してコストが3倍、4倍になってしまうというところで、大変厳しい電力事業を、まさに、えー、一目で表しているのが、この左側のチャートだと思います。そうした状況においてですね、右側、電力会社は耐えられなくなって、 多くの大手電力会社を中心に値上げがどんどん発表されております。これもですね、電力会社、値上げが発表しているんですけれども、実際、値上げの実施というのは、基本的には来年の春からというところになっています。なので、今年1年は、まだまだ厳しいマーケット環境が続く、そして来年にはですね、多少値上げに伴い、業界が少しは改善してくるというのも希望もですね、 見えているという状況かと思います。前回ですね、このウクライナ危機に始まる電力業界の危機は、どうやったら正常化するのかに関して、私たちの方から6段階を経ると思いますというところを発表させていただきました。今回はですね、ちょっと詳細は割愛しますけれども、前回はですね、3段階として3回、3段階目から4段階目にいるというふうに申し上げておりましたが、 それからちょうど1段進んで、現時点においては4段階目から5段階目に差し掛かっているというふうに思っております。えつまりですね、先ほどのページで申し上げたとおり、5段階目、電気料金の値上げは始まっています。えー、大手電力がですね、来年の4月から、えー、むしろもうちょっと動きの早い新電力は今もうどんどん値上げを始めています。ですので、来年の4月には、 ほとんどの電力会社の値上げがむしろ出揃うというふうに考えていただけるというふうに思っておりますある程度値上げになると業界構造というのは多少改善していきますしかしながらまだまだそれでは十分ではなくこの6段階目本当にですね事業環境が今までのようにウクライナの侵攻以前のように戻るには6段階目が必要です これは、まあ、どういうことかというと、まあ、そもそもロシアがウクライナに侵攻したから、このエネルギー危機、始まってますので、まあ、これが何らかの形で解決してくれるのが、これは僕はエネルギー業界にとっても、世界にとっても一番いいと思っております。まあ、残念ながらですね、これはあの、まあ、あのロシアの起源次第なので、まあ、現状、ちょっとよくわからないと、えー、下手したら、えー、おそらくこの冬、もしくは来年になっても、まだまだ続くんじゃないかというのが最新の見込みになっているというふうに考えております。 なので、日本がですね、自助努力で解決できるところというところで言うと、今、岸田首相が打ち出しておりますけれども、原子力発電所の再稼働等々を通じてですね、世界からこの輸入する化石燃料を減らないといけないということが、日本が主体的に取れる解決策というのは、様々な方面で言われています。すでにですね、原子力発電所の再稼働というのも発表されてますけれども、これ実はですね、 再稼働って言ってもそんなに再稼働じゃないんですね。えー、そもそも去年の冬、動いていた原,原子力発電所が、今年の春はちょっと点検とかでいろいろ止まってました。それを冬に向けて予定通り動かしますというだけなので、実はですね、全然追加で、えー、原子力発電所というのは現時点ではまだ動いていません。ただこれをですね、経産省を中心に、えー、生首相官邸中心にですね、原子力発電所をもう一段階踏み込んで、 動かせるように努力していきますというようなニュースも出てますので、えー、そうしたです、ね、原子力発電所の再稼働とかが進んでくる、もしくは、えー、ロシアの、えー、ウクライナ侵攻等々がです、ね、何らかの形で国際決着をし、資源価格が少し多少落ち着いてくる、まあ、こうした状況が出てくると、えー、6段階目になってくる、えー、現,現時点においては、えー、まだ残念ながら具体的な、えー、日程は見通しが難しいというふうに思っています。 よって現時点でまで見えているのは5段階目まで、来年の春には各社の値上げが整い、多少です、ね、私たちがもう少し事業がやりやすい事業環境が改善してくるというふうに思っております。最後のプラットフォーム事業の取り組みとして、一つ、私たちのこの財務戦略を使った事業基盤の拡大というところを申し上げております。 この第2四半期において2つ、えーえー、買収を含む、えー、財務戦略を発表しております。まず1つ目がですね、家庭向けの電気の切り替え。家庭向けの電気の切り替えはですね、従前から申し上げている通り、えー、引っ越しの時の電気の切り替えというのは大変重要なチャンネルになります。まさに、えー、年間200万、300万世帯という方が、電気えー、引っ越しをされます。となるとですね、電力会社、新たに選ばないといけないので、 その不動産管理会社様と提携をして、引っ越しの時に電力エネルギンジを使ってですね、電力切り替えをしたらどうですかというふうに、不動産会社様からご紹介をしていただくというのが私たちにとって大変重要な今後の戦略になるというのは、以前から申し上げてきています。よってですね、今まで何百社とのパートナー様との契約というのを結んできたんですけれども、今回ですね、まさにその不動産会社、すでに600社もの不動産会社様と 提携をされているスマ,スマサポ様と私たちが提携をすることで、一気にですね彼らが持たれているこの600社とのネットワークを、えー、私たちも、えーえー、得ることができる。よって自分たちで一社一社この600社開拓していくのではなく、ですねスマ,サポ様スマサポ様の600社と私たちが一気に提携をし、さらにですねスマサポ様を資本業務提供を通じて支援していくことで、 彼らがこの600社をですね、700社、1000社、2000社と増やしていくことで、私たちも一緒にどんどん伸びていくことができるという形で、スマサポ様との資本業務提携を発表しております。これにより私たち不動産業界、不動産会社とのチャンネル強化、取り組み強化に関してはですね、より加速度的に成長するというふうに私たち見込んでおります。さらにですね、右側、法人側のところに関しては、 私たちと同業の取り組みを行っていった新電力コムという会社様を今回 M&A させていただいております。約5%程度の顧客基盤の強化につながっております。このように今後もですね、様々な形での資本業務提携もしくは M&A 等々を通じて私たちオ,オーガニックだけではない非連続的な成長を実現していく予定でおります。 続きましては、2つ目の授業であるデータ授業のご説明に入ります。こちらもですね、データ授業のニュースというところから入りますけれども、まさにこの7月、電気が足りないので節電してくださいというのが様々なもう毎日のようにニュースでやっておりました。この冬、12月から2月にかけては、さらに厳しいと、さらに電気が足りないというのがすでに経産省から発表されています。 なので、今ちょっと一服したように感じてるかもしれませんけれども、おそらく冬になったら、この7月と同じようにですね、電気が足りない節電してくださいというようなニュースが流れるんじゃないかなというふうに私たち見越しています。これはですね、先ほど申し上げた原子力発電所の再稼働もすべて折り込んでます。原子力発電所が、折り、発電所が全部稼働が折り込まれて、それでも電気が足りないと。 いうのが今のこの状況です。よって政府としてはですね、1800億円の補助金を出すので、いわゆる節電ポイント出てますけれども、皆さん節電してください。政府も補助します。参加してくれたら2000円相当払います。えさらにはもっと、えー、節電に応じてさらに何千円と払いますと、様々な、えーえー、節電サービスを活用してほしいと、政府からまさに発表されている通りですね。えー、今日本は 電気が足りりないといとう状況になっております電力会社が電電を今後、まさにお客様に呼びかけていくわけですけれども、今からですね、電力会社、えー、それぞれがそうした節電サービスを開発していたら、えー、もうこれだけで来年になっちゃいます。えー、冬に間に合いません。なので、経産省としてはですね、 電力会社300社、電力事業者300社を集めてですね、皆様、じあのー、自社開発していたら当然間に合いませんので、エネチェンジ社をはじめとする何社か、えー、有力なデマンドレスポンスの事業者様いらっしゃいますので、ぜひ皆様この辺の事業者を活用し、えー、この冬にデ,デマンドレスポンス、えー、サービスを間に合わせてくださいという形で、まさにですね、<laughs> 政府のご支援をいただきながら、私たちが、私たちの節電サービスを電力事業者に売り込んでいただけるというような、えー、政府の支援も現在受けております。えー、当然ですね、n チェンジ1社だけではないんですけれども、えー、何社かもちろん選ばれているわけですけれども、私たちはですね、その競合他社様に比べて、まず唯一の上場企業であります。す、え、で、ー、にですね、大手新電力、東京ガスタムもはじめとした、えー、大手電力会社での実績、 さらにはですね、空調だったり、エアコン、空調、テレビ、冷蔵庫などですね、様々な家電の制御という独自の技術を持っている唯一の会社になってますので、私たちですね、その競合何社かの中では、圧倒的にナンバーワンのポジションなんじゃないかなというふうに私たち思っております。よってですね、現在のこのデマンドレスポンスの参加者を様々な会社様にサービスを提供することで、 なんとか100万人ぐらいの皆様に私たちのデマンドレスポンス、節電サービスを提供していきたいというふうに考えております。政府が申し上げ発表している電気が足りない量というのが、えーまあ、大ざっぱに言うと、約原発、原子力発電所2基分ぐらい足りないと言われています。100万人の人が節電サービスに、当社の節電サービスに参加していただくと、約原子力発電所1基分の 節電ができるというふうに私たち試算しています。つまりですね、私たちが政府が足りないと言っている2期分のうち半分、1期分は N チェンジが頑張れば実現できるというふうに思っておりますので、それぐらい大きな社会的なミッションを背負っていると思います。さらにはこの300社という大きな数多くの電力事業者に対して、そして100万人を超える日本国民の皆様に対して節電サービスを提供する、 えー、潜在一ぐのチャンスだというふうに思ってますので、えー、データ事業、今ここで、今ここで伸ばさずしていつ伸ばすというような形で、えー、当社、えー、集中、注力をしていくと、こともやっております。最後にですね、EV 充電のご説明を申し上げます。こちらもですね、まず国全体のニュースになりますけれども、えー、ついに3%を超えました。 第2四半期の日本の新車におけるですね、EV、PHV の販売台数、ずっと右肩に伸びて3.3%、ついに大台を超えました。えー、年末には5%行くぞと、行くんじゃないかというふうに私年始申し上げてまして、まだ年始の水準では2.4%だったので、本当にと、えー、多くの株主様、えー、投資家様を思われたかもしれませんが、見ての通りですね、2.4、2.8、3.3と、 しっかり伸びてていいるることとが見て取れると思いますそして右側ですね、政府からさまざまな補助金が出ておりまして、支援を受けておりますけれども、補助金で買える EV、PHV の車数、なんと合わせて72車と、EV 買いたいんだけど、あんまりいい車ないんだよねというふうに皆さんおっしゃられる方もまだまだ多いですけれども、これですね、その去年、一昨年と全然状況が違います。すでに72車 え、補助金対象の EV、p h v がある。そしてこれ、まだまだ来年には増えてきます。なので、もう一度 EV 元年、今年 EV 元年になりましたので、えー、言っても間違いないと思います。EV 元年になりました。これは決して、えー、逆戻りするトレンドではなく、えー、一度出た EV は当然引っ込みませんので、えー、来年、再来年とですね、さらに EV、p h v の普及が進んでいくる。えー、まさによって今年、 今年 EV 充電に勝負をかけないといけないんだというふうに私去年の12月に資金調達の時に発表しましたがまさにその読み通りになっているというふうに確信をして自信を深めておりますその中で私たち圧倒的に勝ちに行くぞという中で今回ですね n h e n g EVCHARGE という新しいブランドでモデル2と右側のですね えー、背の高い充電器発表しています。これ何がすごいかというとですね、倍速なんですね。えー、6キロワット。今日本にある充電器というのは、えー、大体ですね、5年から7年ぐらい前に、その当時の政府の補助金でついたのがほとんどです。1万箇所、2万箇所ありますけれども、えー、ほとんど全てが、えー、その政府の補助金で、えー、5年前から8年前ぐらいに付いたものがほとんど全てです。 それはですね、なんとその99%以上が、3キロ。まあ、要は遅いんです。で、まあ、その当時はそれで良かったんですけども、えー、それから約8年経ち、えー、テスラが出てきて、えー、リーフもどんどん進化してきて、車の充電の、車に乗ってる電池の容量が倍以上になってます。なので、3キロで充電してもですね、 全然順、満タンにならないんですね。もう、あの、一晩置いても満タンになりません。3キロだと。でも、役立たない。3キロだと。よって、倍速にしないといけないんです。6キロワット。これがですね、日本に、日本のですね、電気の規格という問題がありまして、これですね、3倍速にやるのはなかなか難しいんです。もちろん、早ければ早いほどいいんですけど、じゃあ、 3倍速、4倍速がいいんですけど、これはですね、早くしようとすればするほど、電気のそもそもの設備を変えないといけないということで、大幅に工事費が上がってしまい、そうなるとですね、なかなか導入するに今度何百万何千万とかか,かってしまうので、なかなか導入が済みません。なので、日本の今の電気の工事のを変えずに、規格を変えずにできる最大の速度というのは6キロです。 なので、今後10年間で見たときには、6キロが日本のデファクトスタンダードになると私たちは見ています。なので、エネチェンジ、この6キロにおいて、日本のナンバーワンのシェアを取る。えー、70%、80%以上のシェアを取るということを当社は目標にしておりまして、6キロ充電、倍速充電というところが私たちの主戦場です。その倍速充電において、さらに 4G で、 要するに、リモートで、えー、制御ができ、さらにですね、国の補助金を受けることができる機種というのは、まさにこのエネチェンジのモデル2が、日本で現在唯一の充電器となります。つまりですね、私たちは最強の武器を手にしている。えー、3キロより6キロの方がいいに決まってますよね。倍速充電なんで。 さらに国の補助金が受けれる。よって安く導入できると。この最強の武器を手にした n h チ n ンジの EV 充電の事業は、まさに最強であるというふうに私たち自信を深めています。だからですね、えー、先日、今後もう3000台はいいと。3000台は見えた。なので、3万台に目標を切り替えていきます。3万台を設置するためには、 1> 約1台100万円かかりますので、工事費とハードと含めて300万円かかりますので、300億円の投資が必要です。n h n ジ単独では300億円、ちょっとさすがに投資できません。なので、政府の補助金や、えー、地方自治体の補助金、さらには、えー、銀行からのグリーン融資などを活用してですね、様々なお金を寄せ集めて、もちろん私たちの投資も一部、えー、入れて、 それを合わせて300億円投資をしていくと。それをすることで、なんとですね、お客様、今なら0円で、0円でエネチェンジのモデル2を導入できますよというは、えー、キャンペーンを発表しました。先日発表しました。今なら0円ですと。いつまで0円なんですか基本的には3万台設置するまで0円です。なので、まあ向こうしばらく、 ゼロ円だと思います1年でも早く、1日でも早く3万台設置したいんですけれども、えー、まずですね、日本で圧倒的なシェアを取ることを目標にしてますので、そのためには、0、えー、円で僕たちは導入を今後進めていきます。さらにはですね、す、え、で、ー、に今、多くのお客様からお問い合わせをいただきすぎていて、N チェンジの自社でですねどんどん営業体制拡大しているんですけれども、自社の営業チームだけでは追いつきませんので、今回ですね、 三菱オートリースさんもはじめとする、えー、パートナープログラムというのを開始させていただきました。なので、全国、もしかしたらこの私のプレゼンを聞いていただいている皆様にもですね、えー、EV 充電、確かにあの皆様のお客様から導入したいという声があるかもしれません。えー、ぜひ私たちのプログラム、パートナーになってください。日本、日本中のですね、パートナー様を募集し、皆様と一緒に EV 充電を 普及させていくプログラムというのを開始をさせていただきました。なので、3万台設置に向けて、NH エンジ単独だけではなく、様々な会社、日本中何百社の皆様とですね、力を合わせて、1日でも早く3万台設置をしていく発表をしております。最後にですね、私たちがこの事業戦略において、常に注視をしています、海外での同業他社のご説明となります。 まずですね、今回、えー、大きなニュースとして、えー、アメリカの、えー、EV 充電において、えー、4番手であった、えー、レベル2充電と、私たちがやっている目的地充電の4番手であったブリンクという会社が、なんと同2番手、自分たちよりもですね、大きい会社を、えー、M&A をするという発表をしました。もともとブリンクはですね、えー、アメリカ政府の統計によると3000台充電器を、えー、保有していたんですけれども、 なんとですね、2位の7000台保有していた、えー、セマーコネクトを買収し、3000台足す7000台で1万台と、一気に1万台の大台を超えてきたというのが、えー、ブリンク社になっています。1位はですね、えー、もう今5万台になっているチャージポイントという会社になっています。なのでですね、まさにそういう流れを見ながら、私たちも、もともとその3000台というのが一つその水準感で目,目,目標感であったんですけれども、もういいと。 3000台の勝負は終わった。次は1万台、そして3万台に行かないと、この世界の競争についていけないという形で私たち目線を切り上げ、3万台の目標に、えー、今、えー、ギアを上げている状況です。一方で,ですね、えー、大変ナスダックも含めて、えー、厳しい株式市場が続いておりますけれども、 世界的に見てもですね、この EV 充電関連企業というのは、株式市場では大変検討しております。チャージポイントの時価総額6600億円と、売上に対しての倍率18倍、平均で見てもですね、20倍を超えているような事業になっております。短期的にはですね、利上げ局面でグロース市場には大変厳しい、グロースメーには大変厳しい状況になっておりますけれども、やはり長い目で見たときに、 EV 充電は絶対に伸びる事業であるというふうに海外の投資家からも思われているということは間違いないと思っております。私たちこの局面においてもですね、世界の,の EV 充電の競争に取り残されないためにも、そして株価を上げていくためにも EV 充電により3000台、1万台、3万台という数字を1日も早く達成していくことこそがですね、最重要であると。 いうことを改めて決意をしておきます。最後にですね、今期の連結予想に関して簡単にご説明をして終わりたいと思います。冒頭申し上げたとおり、34億円と修正予想に対して据え置きをさせていただきます。順調に進捗しておりますが、下半期、トンネルに突入しますので、現時点では予想を据え置きとさせていただきます。 またですね、この第二四半期において、様々な投資を発表しております。常には当社が発表している海外の脱炭素企業への投資、投資7社に及びます。その中でもですね、私たち別に投資をして儲けるのが目的ではありませんので、もちろん儲けるんですけども、もちろん儲けた上で、さらにですね、事業提携、事業ノウハウ獲得につながるような投資をしていくということを掲げております。 その中で直接的に私たちに影響してくる事業としては、会社として今回2社ご紹介しますけれども、一つはですね、まさにアメリカの節電サービス最大手であるオームコネ,クショコネクト社との提携を発表しています。まさにアメリカにもですね、節電が今求められており、そのナンバーワンの会社であるオームコネクト社は大変注目を浴び、業績が伸びております。 まさにそのアメリカでのノウハウとですね、当社の日本でのノウハウをしっかりと融合させていくことで、オームコネクト社がアメリカで伸びるのを僕たち支援していく。同時にですね、彼らのノウハウを日本に取り込んでいくことで、ね、日本での当社の節電サービス、さらに優位なナンバーワンの地位に立ちたいと思っております。さらにですね、EV 充電の授業、僕たちが、私たちが日本でナンバーワンの地位を固めるためにですね、先ほど申し上げたとおり、 6キロワットの充電をナンバーワン取るの大事なんですけれども、実はですね、その少し先、えー、5年から10年先を見据えた取り組みというのも、やはりインフラ事業ですので大、大変重要になります。一体5年から10年先の EV 充電って、どんな未来になるんですかそれはですね、自動運転と EV が融合した未来になると思っています。おそらくでですね、5年後10年後、後10には、えー、タクシーが無人で走ってる、 えー、子供、始まってくると思います。えー、当然、無人で走るタクシー、電気自動車です。電気自動車が無人でタクシーで走り、えー、まあ、車庫に戻ってくるとですね、誰も、この、充電ケーブル挿してくれません。なので、そうなるとですね、自分のスポットに戻って、自動でワイヤレスで充電する未来というのが、おそらく、えー、始まるというふうに、えー、私たち見込んでいます。その EV のワイヤレス充電の 世界的な企画をほぼすべて独占していると、もうすでに世界のデファクトスタンダードになっていると言っても過言ではない、このワイトドリシティ社に対してですね、私たちは出資をし、そして日本での事業展開に関しても今後協力をしていくということも発表させていただいております。まさに私たち、えー、節電サービス、そして EV 充電サービス、日本で圧倒的なナンバーワンになるだけのですね、準備ができている。 日本でここまでできている会社は全くないというくらい自信を深めていることを皆様にご理解いただければ幸いです。最後にですね、さらに節電サービス、EV 充電サービスを強化していくために2つの発表を行います。1つがですね、NChangeEV l a b という形で、私たちのですね、まさにモデル2、さらには今後出てくるかもしれないモデル3、モデル4と えー、いうですね、EV 充電のハード、そしてそれに連結するソフトのですね、研究開発をや、えー、調達を行っていくために、えー、専用の子会社を作っていきます。やはりですね、えー、より良い,いもの、強い、私たちしかないユニークなハードを持っていれば持っているほど、この勝負強くなりますので、えー、しっかりとハードソフトの研究開発にも投資をしていくと、 いい意味で、N、エネチェンジ EV ラボというものの設立を今回発表します。そして2点目、えー、デマンドレスポンス、節電サービスの重要性が今後日本において圧倒的に高まってくる中で、もともとはですね、私たちが買収したイギリスの子会社がやっていたんですけれども、もうイギリスからですね、えー、日本の電力会社のサーモンに対してサービスを提供しているとか、もうなんかちょっと時差がありますとかですね、ちょっとそんなことやってる場合じゃないと。 というところなので、もうその SMAP 社から、えー、そのデマンドレスポンス事業意識をですねもうエネチェンジに移管します。なので、もうあくまでもエネチェンジ社の事業として、エネチェンジが責任を持って、日本の電力会社様に提供していきますというような、えー、より本気度を見せるために、えー、デマンドレスポンスの事業は SMAP 社から移管します。一方、ですね SMAP エナジー社から SMAP を取っちゃうとですね、 何が残るんでしたっけというところで、えー、何が残るかというとですね、スマップエナジー社は私たちのロンドンの拠点で、えー、海外企業との投資あり、えー、投資事業提携の取り組みをしています。なので、えー、スマップ社マイナススマップはですね、まあ、要は海外投資提携なので、じゃあこれはまあ、要は私たちのイノベーションだという形で、エネチェンジイノベーションに社名を変更する予定でおります。このようにですね、 国内の事業は、えー、しっかりともうエネチェンジに寄せていき、海外の取り組みはエネチェンジイノベーション、ロンドン拠点に行っていき、そしてですね、EV 専用のエネチェンジ EV ラボを設立し、ハードソフトの、えー、投資を行っていく。まさに万全の体制で、えー、EV 充電、そして節電の事業機会を捉えていこうというような発表になります。改めてですけれども、 トンネル業績悪化のトンネルという下半期のトンネルに今後突入しますしかしながらですね私たちが運転している車は EV ですトンネルが開きている頃おそらく23年度には EV 充電を中心にもう一度エネチェンジが、えー、大きく業績がひ羽ばたく日が来ると私たち確信しておりますので、えー、しっかりとですね投資家の皆様には、えー、下半期のトンネルに 第3半期、第4半期、もしかしたら悪い数字が出ると思いますけれども、しっかりと心の準備をしていただいてですね、それと同時にきっと EV 充電を中心に明るい発表もできると思いますので、皆様心の準備をしていただきたい、そして私たち経営陣をですね、信じていただきたいというメッセージを込めて、今回はトンネルに突入する EV というメッセージングになっております。今日はご清聴ありがとうございました。